プレゼント企画やってます。どうもドズルです。はい、ということで本日もこちらドズラジお送りしていきたいと思います。毎日いろいろなテーマに関しておしゃべりしていくこちらのコーナー、本日は仕事関係のお話です。安定した職業について話していきたいと思います。結構ね、学生の方とかとお会いした時に将来の夢って何っていうところを聞くと、安定した職業に就きたいと、答える方が結構多いんですよね。意外に多くて、で安定した職業魅力的ですよね。すごい前提として私もすごいいいと思います。まずそもそもリスクが少ないっていうところで、かなりこう何だろう、手取りっていうか自分の給料以上の価値はありますよね。そのリスクがないって安心じゃないですか。例えば明日なくなるかもしれないね、会社に勤めるよりはやっぱずっとね、ここで頑張れば評価してもらえる、ずっとここで、勤めればこうクビにならずに、人生オワコンにならずに、やっていけるっていう会社はそれだけですごい魅力的だなと思います。じゃあ一歩踏み込んで、これちょっとね意地悪な視点が入ってるんだけど、一歩踏み込んで安定した職業は何って私聞くんですよね。安定した職業って何ですかって聞くと、割とこういろいろ職業を答えてくれます。例えば公務員だったりですとか、あとは一流企業、大企業の、社員になりたい、新卒になりたいみたいな感じ、新卒で狙ってるみたいな話を聞くんだけど、本当にそれが安定した職業なのかっていうところを今一度、考えてほしくて今日は喋っております。どういうことっていうと、その日本っていうのはもともとその戦後、戦争があった後に、要はこう一つの職人気質というか、一つの会社に勤めてそこで一生、働いて、で定年を迎えるっていう人が多かったんですよね。ただ、ここ2、30年ですか、すごいね、やっぱりこう職業も、なくなる職業もあれば、その調子の悪い会社もあり、調子のいい会社もあり、いろいろね、リストラっていう言葉が、出始めたのもここ数十年の話だと思います。なんですけれども、その何が私言いたいかっていうと、今さ、だってここ10年だけで考えてよ、ここ10年だけで考えてもインターネットとかそのテクノロジーの進化ってすごいじゃないですか。もう日進月歩、すごいスピードで新しいサービスができて、どん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 便利になっていくこの世の中で、50年後100年後どうなってるか分かんないんですよ。50年前の人間が、多分50年後はスマホが普及してインターネットっていうのができてて、多分インターネットでみんな世界中の人とやり取りしてるなとか思ってなかったと思うんですよね、50年前は。でも今はインターネットっていうものができて、みんな当たり前のように、スマホ、携帯電話を使って、世界中の人とつながる、こんなね、世界想像してた人ほとんどいないと思うんですよ。でもこの50年で大きく変わりました。じゃあ皆さんがね、大人になって仕事について、働いて定年まで働きます。だいたい40年ぐらいですか、50年、今学生の人は多分50年後ぐらいの話だと思うんですけど、一つの仕事が50年後まであるかないかってマジで分かんないと思うんですよね。もう安定した職業とはみたいな。だってそうでしょ、昔はさ、電話がもう家に固定で1個あって、みんなはそれを使っていたわけですよ。なんで電話帳っていうものがあって、その電話帳で、豆腐屋さんの電話番号何番だろうって、そのペラペラペラってすごい分厚い本をペラペラ、みんな辞書みたいなやつをさ、ペラ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 めくって、あ、ここだっつって電話をかけてっていうのを当たり前にやってたけど、今インターネットでピピピって調べて自分の携帯でピピってかけるだけじゃないですか。だからその今後絶対なくならないって思われてる職業がどん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 なくなっていくし、逆にどん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 新しい職業、テクノロジーが進化することによって新たに必要とされる職業っていうのがどんどん増えてくると思うんですよね。じゃあここで一番最初の話に戻るんですけれども、安定した職業とは何かっていう話を、しますね。で、私の考えがかなり入っているので、これが絶対正しいっていうわけじゃないけど、一つこういう意見もあるんだな、ふーんぐらいで聞いてほしいんですが、安定した職業イコールあなたのスキルだと思うんですよね。その人の人間のスキルだと思っていて、そのどこでもやっていけるまではちょっと言い過ぎかもしれないけど、その
ある会社に勤めて自分がつけたスキルでまたどこかで、役に立つスキルっていうのはたくさんあると思っていまして、その今後ね転職とかがもっともっと当たり前、今だと田舎だとね、私ずっと大分県住んでたんですけど、田舎だとまだ転職っていうと転職するのってびっくりされるけど、都会では結構転職どんどんしているみたいな話をよく聞くんですよね。で、転職がどんどん当たり前になってくるかなと。でそんな中で、人生の中で2回も3回も転職しながら、まあ、人間こう生きていくんじゃないかなと思います。その テクノロジーのさ進化がどん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 早くなってるから、まあ、その分どん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 いろんな職種が出てきたりとか、まあ、そこに合わせて、需要と供給がね入れ替わってる、変化しているこの世の中で、その変化に応じれる人、その職種が変わっても、会社が変わっても、しっかりと自分の、バリューを出せる人、価値を出せる人っていうのが本当の安定した人なんじゃないかなと、思ってます。ちょっと難しい話になってくるし、なんか具体的でもないんでね、じゃあ何どういう、バリューみたいな話になってくるんで、まあ、難しいんですけれども、その今日の動画で、一つね、少しの人でもいいんで気づいてほしいのは、今安定しているって言われている職業が、じゃあ未来永劫、安定してるかっつったら答えはノーだと私は思います。なんで、今ね学生時代、安定した職業を目指すって言ってる人たちも、今安定している職業を選ぶんではなくて、自分が、将来ね、どの会社でもやっていけるスキルがつくような会社、そういった会社選びをするとより、安定した人生を送れるようになるかなと、リスクヘッジ、リスクをね減らすことができるかなと私は思います。なんでね、まあ、そういった考えもあるんだと、考えていただけると、また、進路選びとかに役に立つかもしれません。逆に、もう一つのこう、もうこれと一緒に死んでもいいって思えるぐらいの職業がない人は、あんまりこう融通が効かないというか、他でこう なんていうの、その都合がつかないような仕事はあんまり選ばない方がいいのかなと思います。スペシャリストっていうのはすごいかっこいいけど、スペシャリストすぎると今度、それ以外の畑に行った時にね、戦えなくなるので、まあ、そういった観点で、まあ、安定した職業っていうのをね皆さん選んでいただければなと思います。ということで、YouTuber は安定全くしてないです。ちなみに、YouTuber になりたいっていう人いると思うけど、全く安定してないですが、まあ、でもさっきの観点で言うと、YouTube やめても、あ、この人はやっていけるなみたいな人もいるし、逆にこの人 YouTuber だからやっていけてるけど、きついだろうなみたいな人も結構いるんで、まあ、そこも含めてね、自分のスキルっていうのを磨いていくことに、熱心にというか、学生時代から結構出ますからね、そういうところは、頑張っていきましょう。私も、日進月歩頑張っていきたいと思います。ということで、本日の動画はじゃこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。